幸せなら手を叩こう、楽しいなら手を叩こう、手を叩いて未来を変えようよ、さあみんなでサスティナブル、いろはす。動画を投稿して CM に出よう。みんなで作るいろはすの歌、あなたも一緒に。また未来で会おうね。 Thank you。 1、2、1、2、3、 いろはす。やっぱり歩き方が、はい、お疲れ様でした。後のカット何と言うても取りこのカットだけ、はい、あつわー暑いっすね、猛暑日ってやつですね。本番中はもう全然そんなの感じさせない。そうっすね、プロなんで。ありがとうございます。まあすごくシンプルに率直に言いますと暑いっすね。いや暑かった。今日は撮影のちょっとした合間とかにもこう自分でそのメイキングのカメラ撮りに行って自分で自撮りみたいなのしたりとか、あとは周りのスタッフさんといろいろお話ししてて楽しかったですね。昔やっぱイロハスのボトルを絞って、ね、小さくするっていうのが、まあ、それもすごく衝撃的だったんですけど、今回こう横からこうピュッてやって全然力いらへん、これも老若男女関係なく誰でも畳めるなっていうのがすごいなって思いましたね。まあ、何事もやっぱり楽しんでやることが未来につながると思いますし、目の前にあることとかやらなくちゃいけないという使命感でやるというよりかは楽しんでやって、それが続けばそれが一番いいんじゃないかなと思います。このイロハスを畳んで未来につなげる、これがすごく楽しかったし、それだけでも自己肯定感がもう 600% ぐらい上がったんで、やっぱ自己肯定感上げていきたいですよね。みんなありがとう、はい、完璧じゃん。今から東京そうです。レッツゴー、レッツゴー。出ました、時代は絞る時代から畳む時代に変わったらしいですよ。ちょっと試してみましょうか。めちゃめちゃ簡単に畳まれた。畳んだ方が確かにエコですからね、重ねられるしね。うわ、畳む時代、もう何でも T シャツでもそうですもんね。畳めば畳むほど重ねられて収納できるし、ペットボトルも畳んでギューッとできる時代になりました。最高。幸せなら手を叩こう、楽しいなら手を叩こう、手を叩いて未来を変えようよ、さあみんなでサスティナブル、いろはす。こんにちは、岡崎拓です。今回みんなで作るいろはすの歌というキャンペーンソングを歌わせていただきました。飲み終わったいろはすのペットボトルを畳む動画を SNS に投稿するだけでなんと CM に出られちゃうかもしれません。皆さんよかったら僕と一緒に CM に出てみませんか、ね、今回撮影ではみんながね楽しめるように僕自身すごく楽しんで撮影に臨みました。楽しく踊ってね動画を SNS に投稿するだけで、ペットボトルを畳んでリサイクルすることにつながります。そんな自然とみんなでね未来にちょっとだけ貢献できちゃう素敵なキャンペーンなので、皆さんもぜひ楽しみながら参加してみてください。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、幸せなら手を叩こう、楽しいなら手を叩こう、手を叩いて未来を変えようよ、出演者大募集、さあみんなでサスティナブル、いろはす。